弘前市大仏公園。ここは大浦為信が攻略した城の一つ、石川城があったとされる場所です。石川城は別名を大仏ヶ花城といいます。寝ている大仏様の鼻に似ているからという言い伝えから来ているそうです。現在は大仏公園という名前で親しまれています。石川城は津軽における南部氏の拠点であり、南部高信が居城としていました。津軽統一を目指し決起した大浦為信は、まず第一歩として石川城を落とそうと考えました。そこで堀越城に兵を集めた為信は、謀略により南部氏を油断させ、元亀2年、わずか80余りの兵を率いて奇襲し、城を落としたと言われています。現在石川城は公園として整備が進み、周囲はリンゴ畑になっています。春にはソメイヨシノ、初夏には園内一帯に植えられたアジサイが見事な花を咲かせることでも知られています。公園ながら起伏に富んだ地形は、いかにも戦国時代の城といった面影があります。丘全体が公園となっており、起伏のある園内には石川三十三観音と呼ばれる33体の石仏が祀ってあります。石川城跡には弘前城へ続く抜け道との伝説が残る洞窟があります。洞窟は敵を迎え撃つために掘られたとも言われています。為信もこの洞窟を通ったのかもしれません。戦国時代、石川城を討伐した為信は弘前に城を築き、現在の町の繁栄の礎としました。そして弘前に拠点を移したため、石川城は廃城となっていくのです。